皆さん歯のお悩み放置しちゃっていませんか？そこで6月23日の元気の時間は出張歯の相談会を開催。歯周病の症状なんですね。ショック。さらに歯が抜けてしまった時の3つの治療法、経験者の生活をウォッチングしながら徹底比較。うわ、聞いてよかった。本当だね、はい、